はい、キャプテンコージです。おはようございます。ただいまの時刻は、ちょうどね、8月15日、2019年8月15日、木曜日かな。木曜日のちょうど朝の7時になりました。そしてね、またね、台風のね、台風10号の進路予想図、これからのね、進路予想図をちょっと見ていきたいと思います。またね、例によってね、天気 JP というサイトを開いております。そしてね、ここのサイトがね、一番見やすいので、見ていきたいと思いますが、日本気象協会、ね、日直主任、本社日直主任ということです。台風10号、九州北部、四国も暴風域にということになっております。最大風速がね、30メーターということで、もうさ、風速がね、最大風速が25メーター以上のところはね、もう暴風域ということでございまして、現在はね、今マウスで、クリックしてるところが、15日の朝の2時。そして、15日の昼のね、12時になったらね、ちょっと見えますかね。昼の12時になったらちょうど、四国と九州の間にね、台風が、最接近ですね。僕の今住んでいるところは、キャプテンコージが住んでいるところはね、九州の北部の北九州寄りの、福岡県のど真ん中の町になります。福知町というところね。福岡県の福知町です。そういうことで、今日のお昼になれば、すごく最接近しますので、これですと雲が、今ね、南から来たかな。前の動画でちょっと確認してくださいね。南から北に吹いてるんで、どうなるかな。台風は、そうですね、南から北に吹いてるんで、右側旋回、右側、時計回りに今、回ってるんかな。と思います。ちょっとすいません。その辺の知識はちょっとないんでね。右、時計回りだったか、左回りか、どっちか、ちょっと、後で確認したいと思いますが、今、この状態では、台風の、あれが見えないんで、わかりませんけども、すいませんね。台風が今、どっち側回りやったかな。ちょっと、後で調べますね。調べておきます。ちょっと、知識が。はい、暴風域に入っ、これからね、正午にかけてね、正午頃が一番暴風域に入ってくるということで、今ゆっくりね、進んでるようでございます。2019年8月15日の朝の3時9分現在の情報です。これはね、15日、木曜日、午前2時現在、台風10号は足摺岬の南南西の海上を1時間に約15キロの速さで、北に進んでいます。九州北部や四国も台風の暴風域に入ってきましたということで、もうちょっと読んでみましょうかね。台風10号は15日午前2時現在、高知県足摺岬の南南西約130キロを1時間におよそ15キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は965ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルで、中心の東側330キロ以内と西側170キロ以内では風速25メートル以上の、暴風となっていますということですね。九州南部に続き、九州北部の一部と高知県を中心とした四国の広い範囲が台風の暴風域に入ってきました。暴風や高波に、注意してくださいということで、先ほどね、
6時30分頃にね、動画、外に出てね、動画撮ってみましたけどもね、そんなにね、強い風は吹いてないような感じでした。まあ、暴風域に入ってるんで、ちょっとね、風は吹いてないけれども、雨もね、そんなに雨足が強くもなくね、普通でしたので、またね、引き続きね、10時頃になったらまたね、動画、外に出てね、撮ってみようと思っております。はい、そんな感じなんですけどもね、まあ、今現在は、そんなにね、暴風域に入ってるということですので、まあ、注意は必要ではあると思いますので、引き続きね、台風がね、抜けるまでね、そして北上しておりますのでね、島根、鳥取、これは、島根県あたりですかね、直撃ですのでね、引き続き、注意が必要かと思います。だから16日の21日にはもう熱帯低気圧になるのかなと思いますけれども、わかりませんけどもね。ゆっくりこのペースで進めば、島根県あたりは午後の、15日午後の4時か5時頃になりますかね、直撃はね。十分気をつけてほしいと思います。はい。またね、情報が入りましたら、ご連絡いたしますので、よろしければ、チャンネル登録、そして、この動画がよろしければ、高評価お願いいたします。はい。それではね、またね、台風情報を見ていきますので、後でね、10時ちょっと10分前ぐらいになったらね、9時かな、9時10分前か10時頃、9時か10時頃ね、ちょっとね、定かではありませんけれども、またね、台風の様子をね、動画に撮ってアップしますので、よろしくお願いいたします。はい、それではね、この辺で、動画締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。